どうも、野本踏み上がりです。はい、誰やねん。はい、こんにちは。やっほー、私たちは今、あまわりパークに来ています。今日は宇宙元旦の日ということで、なんかね、明けましておめでとうございます。ちょっとあまわりについてね、いろいろ学んでいきたいと思います。 Go! Go!チケットが必要ということなので、チケットを購入したいと思います。すごい、ここはね、9時から6時までみたいなの で今日はちょっと時間がないので、常設展の目にしました。あ、すごい、すごいね。なんかかすね、上司のこととか周りのこととかが書かれています。キムタカの青回りっていう言葉を聞いてたんですけど、琉球の語で誇り高いっていう意味があるらしいです。へー、シリニンジンシリ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 。周りについて説明します。まずこの時代は琉球王国を統一した小太宮が王様で、首里城が拠点、首都になっています、うん、そしてたくさんね、いろんな貿易とかをして、たくさんのグスクがあったみたいです。そうそうそう。でその中でも王様と天割っていう人物がいて、天割は活蓮の王様、うん、そして活蓮城跡は一番世界と貿易が行われていた場所になります。だから小太宮は雨割りを恐れて、力を収まれ、うん、に監視の目をお願いしました、うん、はい。そうすると自分の娘を嫁がせて、うん、その力を抑えようとした、うんうんうん、だから雨割りは収まれと戦いました、はい、ということで雨割りは反逆者って言われてたんだけど、うん、こちら見てください。歴史が全部終わった後に、イハフユイっていう人がいろいろ研究している中で、うん、オモロサージっていうのは沖縄の昔の音楽、そうです、こっちにもね書かれてますね、ですけど、それをよく見てみると周りは本当は称えられていたと、うん、なので英雄的な面を再評価して、うん、周りは沖縄最後の古き英雄と今は結ばれているそうです。そうです。イハフユイさんがいなかったら、もうなんか悪者、そうそうで終わってたかもしれないんですけど、こういうね歴史があるんですね。展示されています。本当にいろんな国と貿易して、いろんなものを出てきてたの。そうと世界をつないで900年前だよ。そう、すごいよね。だからマナたちが今もしかしたら使っている土器とか食べているものとか、この時代に貿易でね来たものかもしれないっていうことで、すごいな。なんかこうやって私たちは沖縄で生まれ育ってきているんですけど、学ぶ機会がね、浅い部分はあるんだけど、こういう深い部分を学ぶっていうことがあんまりなかったので、なんかこういうところに訪れてみるとすごく勉強になることがたくさんあります。こうキムタカの雨割りの現代版伝統組踊りということで、そういう劇とかもやってます。ちなみに春は小学生の時に翻訳をしました。そう、このね、の役をやって、まだもうなんか見に行ったの覚えてるんだけど、その時はねなんか全然ただの劇みたいな感じで思ってたけど、やっぱいろんな歴史があるんだね。だから白いね、本当にさ、うん、なんかこんなって描かれてることだけじゃわからないよね、うん、そうだね、本当の教科書とかで、そうそう、あの習ったことが全てではなくて、もっと隠されていることがたくさんあるかもしれないね。それを伝えていけたらなと思います、うん、疑問を持って本質を見極めることってさ、うん、言葉があるじゃん。だからなんでじゃあ称えられてるのに、うん、
反逆者って呼ばれてたんだろうって思った、うん、冬さんもすごいよね。うん、そうだね、本当にそう思う。はい、ということで、今日はね、キムタカの雨割りについて調べてきました。今日はね、展示会だったけどね、うん、今度は劇見に行きたい。そうだね、劇見てまたなんかこの今日知れなかった部分も知りたいなと思ったし、あとはその戦国時代のことを書かれてたんですけど、なんかその戦国時代の前はどうなってたのかとか、うん、なんか本当にいろんなことをまたまた知りたくなったので、うん、音楽ももちろん発信していくんですけど、こういう沖縄の文化、伝統、歴史も一緒に学びながら発信していきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。